メチルレッドに、アゾベンゼンカルボン酸、もしくは、CI 酸性赤には、酸性溶液中で赤に変色する酸塩基指示薬で、ある。アゾ染料の一つであり、暗赤色,色の結晶性粉末である。pH が4.4より低いときは赤色を示し、pH が6.2より高いときは黄色を示し、pH が4.4から6.2のときは、オレンジ色を示す。プコ五5.1である。 ムレキシドとメチルレッドは音響科学において有機塩素化合物の分解の促進が期待されている。メチルレッドは e a ー,ークの発言分類においてグループ3に属している。すなわち人に対するメチルレッドの発言性は確認されていない。アゾ染料としてメチルレッドはアントラニル酸のジアゾ化により調整できる。この反応にはジメチルアニリンも必要である。 メチルレッド試験の結果、大腸菌は陽性を示し、エンテロバクタークロアカエは陰性を示す。微生物学では、メチルレッドは MR 試験に使用される。この試験は、グルコースの発酵によって作られた安定した酸の混合物の生成過程を調べることで、バクテリアの種類を特定するために行われていた。例として、フォーゲスプロスカウアー試験が挙げられる。 メチルレット試験は、イムビッチの4つの実験のうち、M の部分、すなわちグルコースの新陳代謝の過程を調べることで、腸内細菌の特徴を調べる過程において、使用される。すべての腸内細菌は最初はグルコースから、ピルビン酸を生成するが、以降の過程は細菌によって異なり、ピルビン酸からさらに別の酸、例えば乳酸や儀酸を生成するものもある。これらの細菌は、 メチルレッド陽性菌と呼ばれ、大腸菌やプロテウスブルガリスが含まれる。他のものはブチレングリコールを使用してピルビン酸から中性の最終性生成物を作る。これらの細菌はメチルレッド陰性菌と呼ばれ、セラチア菌やエンテロバクターエアロジーンズが含まれる。無菌状態のチューブ内で有利したものを使用する。チューブを摂氏35度にして2から5日間培養し、 倍イ2 5トルを他のチューブに移す。メチルレッドを固定垂らすと、チューブはメチルレッドの分散のため穏やかに動く。腸内細菌の中でピルビン酸から pH が4.2中性である。物質を生成するものは陽性を示し、メチルレッドは赤色を呈する。一方ピルビン酸から生成した物質の pH が6.0中性であるものは陰性を示し、 メチルレッドは黄色を呈する。ありがとうございます。